はい、どうもこんにちは、タブロマサラでございます。もうちょっと間がっちゃっていたんですけど、まあ、ちょっとあの内部事情でカメラの都合上ということで、はい、すいません。で、今今日ね、はまあ8月の12かなで、夏休み真っただ中でですね、皆さん行楽シーズンでいろいろ車で出かけてる人も多いと思うんですけど、煽り運転とかね、危険な運転をする人というのもいらっしゃると思うんで、まあそういうね、アウトロー次第はまあ大先輩よりも全然僕は少ないんですけども、この車はちょっと本物の人が乗っているよな、乗ってたよなというのを皆さんにご紹介というか、僕の取材の、記憶の中でですね、思い出し紹介していきたいと思います。はい。で、まずやはりアルファード、これは定番なので、まあアルファード乗ってる人は全員悪い人、アウトローではないんですけども、で、あとまあゾロ目は当然、まあ888とか111とか777とかもそうなんですけど、まあゾロ目はちょっと下げた方がいいかなという気もしますけども、まあ僕も一般人ですけどゾロ目なんで、まあ番号が、まあ、その辺は気にしなくてもいいんですが、アルファードは2台並んで走っていたりとか、その辺はもう2台3台になったらもうダメですね。避けましょう。ちょっとね、ちょっと避けて運転した方がいいかなと思ってますね。はい。で、あとまあアルファードの他には当然ながらトヨタの、まあ、レクサスですよね。これも2台並ん、アルファードレクサスあたりがこう2台並んでですね、まあ同じ仲間だなみたいなものが感じで走っていたらやめた方が、まあ、ちょっと避けた方がいいかなと。いくらなんかこうちょっとこうなんですか、気に食わない運転してからといってバッシングしたりとかですね、煽ったりするのはやめた方がいいかなと思います。で、トヨタといえばあとセンチュリー、はい、センチュリーはまあ古いベテランのですね方が乗ってらっしゃる可能性もあるので、ベテランのアウトローの方が乗ってらっしゃる可能性があるというか、そうだったので僕が取材した時は、はい、なので、あんまり変な何ていうのかな、運転はしないようにちょっと避けた方がいいでしょうね。であとナンバーから見破るというかですね、ナンバーから気をつかなきゃいけないなみたいなところもまあなきにしもあらずなんですけど、最近ゾロ目でもまあ一般の方もね、乗ってるので、888、111、777とか、もうそうなんですけど、僕が取材した中では、4567、なぜかというと、次は8じゃないですか。7の次の数字は8ですよね。つまり、まあ、888って何ですけれどかというと、末広がり、末広がりなんで、そういう意味で、888をつけずに、4567をつけて、まあ、末広がりの意味を、成しているという現役の方もいました。で、まあ、自分が一番驚いたのが、まあ、ここでも話しているかもしれませんけども、ナンバー5648ですね。5648で、これ何て読むと、何て読むかというと、殺し屋と読みます。で、まあ、僕はその車に乗ってたんですけど、2台乗ってたのか、2台で、取材に行く途中に、まあ、現役の人間の車2台に分かれたんですけど、前の車のナンバー見て、5648って書いてあるけど、何か意味分かりますって言われたから、ちょっと分かんないですって言ったら、まあ、殺し屋って呼びますと、まあ、いうような人もいるので、まあ、ナンバーだと、その辺気をつけた方がいいかなと思います。まあ、ゾロ目はそうでもないなと僕思ってるんで、まあ、4567と5648はそっちがバッグじゃないかなと思いますね。はい。で、でかい車だけではなくて、最近やっぱり目立たないように皆さんしてらっしゃるんで、軽自動車。これ、軽自動車だからといって舐めてはいけませんね。自分の知っている、まあ、いわゆる半グレと言われているような人間も、まあ、もう見た目も本気で現役なんですけど、まあ、在籍がしないで、すごいでかい体してるんですけど、
あえて、刑事として持ってますって言ってましたね。目立たないように。で、目立たないようにすれば、やっぱり目立たないようにしたいために、自分たちはアクア乗ってますっていうふうに言ってたりとか、あとノートだったっけな、そういうなんかこうファミリーカーというか、はい、ちょっとアクアなんかそうかな、地球に優しい、環境に優しいファミリーカーですから、それ辺も乗ってますよと。車なんか関係、まあ、関係ないですよというか、その人なんか、前までね、ベンツのゲレンデとか乗ってましたから、あ、ベンツのゲレンデも、まあ、人によっては、まあ、こっちを、送り迎えするのに、この人たちを送り迎えするのに、ゲレンデとか、まあ、やっぱりでかい車でね、送り迎えするのがいいんでしょうね、やっぱりね。ゲレンデを乗ってる人もいましたね。ということで、だから、まあ、ポルシェとか、フェラーリとか、そういう感じではないですよね。はい。だまあ、そういう意味で、そういうことで、行楽シーズンですね。まあ、お盆に帰る、車に乗ってるときね、イライラする人も、ね、中にはいるでしょうけれども、まあ、今言った、ちょっと危険な車、危険とは言わないけど、危険かもしれないということを常に思いながらですね、まあ、車のナンバー見ながらとか、車種見ながらとか、車の車列見ながらとか、運転すると、まあ、なんていうの、本当に危ない人をね、避けられると思いますね。はい。まあ、どうってことないチンピラみたいな人っていうのは、よく YouTube で降りて、YouTube でなんか危険運転して降りてくるじゃないですか。まあ、あれはまあ、普通にまあ、動画撮っとけばいいんじゃないかなと、思います。自分の犯罪行為を、思いっきりバラしているようなもんですから、あとドラレコつけとけば、ドラレコと、まあ、スマホ、これ、被害届出しとけばいいんじゃないかなと。まあ、大体ね、現役の不良の人で、ああいうことやってるの見たことないですね。はい。さっき言ったように目立たないように皆さんしてるんで、現役の人間は。やってくる人って、まあ、半グレでもないような、半グレにすらなれないような、まあ、車乗っちゃうと気持ちが大きくなる人ばっかり、のような気がします。ただ、唯一、これはタブロにも載せたんですけど、埼玉の方面で、なんか、煽っちゃったんですよ、一般人の人が。変な煽り方したら、バックでものすごい、まあ、前の車煽ったらバックでものすごい勢いこう、ずーっとここに、追い詰めてくる車がいて、まあ、ベンツだったんですけど、それは、現役でしたね。僕が見た中で、そんな無茶な、100メートルでずっとバックで、逆に、煽ったら煽り返されるという、バックで煽り返されるという、結構無茶苦茶だなと思って、で、後で、現役の人間に聞いたら、あれはどこどこですっていうふうに言ってたんで、そういう人間もいますんで、そこら辺は、こちらも、まあまあまあ、なんか煽られてもね、あるいは、煽られてるというか、抜かれてもね、まあそんなに、別に1分2分遅刻するだけですから、遅刻というか、遅れるだけですからね、その辺は、まあ、気をつけてね、運転してですね、まあ後ろに誰か乗っけてる、家族とか乗っけてる人は特に、優しい運転を心がけましょうということで、以上、僕が見てきた、こういう車には、ちょっかい出さない方がいいですよ、危険な車を、危険な車種と車とかを、ご紹介しました。以上、多分です。よかったらですね、あと、いいねボタンとですね、登録の方よろしくお願いいたします。失礼します。